西早稲田駅は東京都新宿区富山3丁目にある東京地下鉄副都心線の駅である。駅番号は F11。島式ホーム1面2線を有する地下駅。明治通り直下、諏訪通りとの交差点付近に位置する。コンコースとホーム両端部の一部が改削工法、中央部はシールド工法で建設されている。東西線や神田川を避けるため、 駅やトンネルを深く設定した経緯から、ホームは地表から約30メートルの深さにある。改札口は、ホーム両端付近に別個に設置され、それぞれから明治通りの両側へ、計4カ所の出入り口が設けられている。なお、出入り口の一つは、早稲田大学西早稲田キャンパス敷地内に設置されている。当駅の北、約350メートルのところを、東西線が走っているが、 福都新線との交点が高田の馬場駅から近いこと、また東西線や既存の地下埋設物、神田川を避けることにより生じる勾配などを考慮した、結果、東西線との連絡駅は設けられず、福都新線のみの駅となった。開業当初からスイッチ製作の発車メロディを使用している。曲は1番線がクリストフ、2番線がシルバーレールである。 2020年度の1日平均乗降人員は22,589人であり、東京メトロ全130駅中110位。開業前の予想乗降人員は約1万6,000人であったが、乗降人員は当初から予想を超え増加傾向にある。日中帯、休日はやや寒散とした感があるが、周辺に学校が複数立地していることもあり。 平日の朝夕の通学時間帯は通学する学生、生徒や学校関係者の乗降が目立つ。開業以来の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通り。かつて、東駅一帯は陸軍の連兵場などとして利用されていた。戦後は土地に富山公園が開園するが、一部は東京都や民間に払い下げられ、各種学校や、 公共施設が多く立地する。その周辺は、都立と山ハイツが立地するなど、完成な住宅街となっている。西和世田界隈は、学生街として有名だが、当駅付近ではその雰囲気はあまり見られない。住所表記上は、北東部の一部が西和世田に含まれるのみであり、大部分は、富山か、大久保に属する。3番出口付近の明治通り上に、 総大理工前停留所が設置されており、以下の路線を利用できる。すべて、東京都交通局による運行。このほか東駅直上に学習院女子大学前停留所も設置されているが、南北改札のほぼ中間にあるため、乗り換えには適さない。都営バスには東駅と同名の西早稲田停留所も存在するが、こちらは、早稲田通り上の停留所で、 当駅から離れた場所にある、ありがとうございます。